寺島拓磨、山下大輝、青井翔太、スノーマンライブ参戦報告、豪華すぎる、さっくんつながり、と反響続々。声優の寺島拓磨、山下大輝、青井翔太が11日、自身の公式ツイッターを更新。スノーマンの初ドームツアー、スノーマンファーストドームツアー2023アイドーミーの東京公演に訪れたことを報告した。寺島拓磨、スノーマンライブ参戦報告以前からメンバーの誕生日祝ったり、アルバムを全携帯買ったりなど、スノーマンファンを公言していた寺島。今回の投稿では、やっぱりスノーマンは最高だった、とコメントし、ライブに参戦したことを報告。写真には、佐久間大介と岩本照の内輪を持った寺島の姿が写っており、最高すぎて何回か爆発しそうになったけど、なんとか無事に帰ってこられました、と充実した様子を投稿した。また、山下も、スノーマンのライブ見てきました。暑すぎ？エモすぎ？楽しすぎ？と葵とライブに参戦したことを報告。